いいっす、こんにちは、ある東大生実況者、シュンです。今回はですね、ドラゴンクエストタクトのセカンドアニバーサリータワーですね。まあ、こちらをですね、まあ、見事、全クリしましたのでですね、その全クリした中で、まあ、人権だったキャラクターってのを語っていこうかなというふうに思います。で、中には、ニャイヤと、シュンさんと、こんなセカンドアニバーサリータワー私はやる気ないんで、関係ないよというふうに、まあ、思ってる方もいるかもしれませんけど、まあ、十中八九ですね、この才能エクストラの、開花の扉ですね。まあ、これ40巻以降ってのも出ます。で、なんでかって言ったら、一つに、千葉プロデューサーがインタビューで、まあ、2周年か 2.5 周年ってのはソロコンテンツを強化していきたいというふうにおっしゃってて、で、過去、まあ、9ヶ月ぐらいで出たその開花の数と同じくらいが、ここ4月、5月、6月、7月で出てるので、4ヶ月で出てるんで、まあ、2倍以上のペースで出てると。で、まあ、その根拠としては、おそらく、まあ、開花の扉の、その、報酬ってのが2倍以上になるからと考えるのが自然で、でそうなった場合、結構こういう、なんちゃらタワーですね。アニバータワーから、まあ、取ってきてたりするんですよね。まあ、開花だったら、ドラゴンタワーが、まあ、結構、多いのかな。はい、ドラゴンタワーとかで、ドラゴン系だから結構出ませんか。グレートドラゴンとか、フォレストドラゴンとか、まあ、あるいはカイザードラゴンとかっていうね、感じでドラゴン系めちゃくちゃ多いと思うんですけど、まあ、その根拠としては、あれだからですね、ドラゴンタワーから、まあ、そのまま流用してる、とかちょっと変えて流用してるパターンが多いので、まあ、おそらく、カイカーの扉が、まあ、実装されると、まあ、ここあたりから、まあ、流用されるというのが、まあ、容易に想像できますよね。まあ、なので、このセカンドアニバで、まあ、使われたモンスターたちってのは、まあ、今後の、なんて言えばいいのかな、まあ、人権的な感じと。しかもこれもね、昔のイベントの流用みたいな感じなんでね。はい。ということで、41巻からま、50巻まで、まず、どのキャラクター使ったかっていうのと、まあ、どういうクリア仕方したのかっていうのを軽く詳細を言っていくと、41巻がま、こんな感じですね。はい。で、まあまあ、詳細いらないかな。はい。まあまあ、41巻から、ま、44巻が、こういう感じと。いうことで、はい。勇者ロット、勇者ロット、うんたらかんたら、うんたらか。まあ、ここら辺の、まあ、プレイングについては、まあ、いちいち、停止推奨と。で45巻は、勇者ロット以外も使ったんですけど、まあ、ネタバレすると、アストロンさ、覚えとけば、誰でもクリアできるという状態なんで、まあまあ、勇者ロット以外は必要ないということで、まあ、勇者ロット短期で、まあ、クリアはしてないんだけど、クリアしたと、みなしたと。いうことっすかね。はい。で、まあ、46とかはラプノーム敵が必要で、47はデボラの素早さ下げが必要と。48はトンヌラのバカ火力と、カンダタの、まあ、攻撃力下げが、まあ、必要で、49は、デスタムアの呪文の、耐性下げとかが、とか眠りとかが必要と。で、50巻になってくると、なんだろうな。まあ、みんなの火力が必要っていう感じかな。はい。という感じでしたね。はい。ということで、まあ、まとめるとですね、こういう感じになっておりますと。いうことで、まあ、ちょっと見えづらいかな。はい、全画面で、まず最初やりましょうかね。上。はい、これで OK ですかね。はい。まあ、全画面でやっていくと、まあ、セカンドアニマの格付けっていうのが、まあ、勇者ロトが、まあ、ダントツで使用回数多いっすね。10回中、8回使っているので、まあ、8割で使っていると。これはやっぱり、まあ人権以外の何者でもないと。で、次でゾーマーですかね。はい。まあゾーマーに関してはね、なんだっけ、才能開花出た時、まあ僕はぶっ壊れだというふうに言ってて、まあかなりおすすめで初心者にもやった方がいいと。で、例えばですね、ここ最近というか、まあめちゃくちゃなんかボロカスに言われた動画があるんですけれども、まあボロカスってほどでもないんだけど、ボロカスって動画さなんだけど、まあ例えばこの交換状ですね。はい。2周年交換状何を交換するべきかみたいなの言って、で、基本的には、まあまあ、ゾーマ、少年テリー、そしてピサロの中から、まあ、選ぶといいんじゃないですかねっていう風に言ったんですけど、まあ、見事ですね。まあ、それ、もう全然意識してなかったんですけれども、まあ、使用回数だけ見たら、まあ、ゾーマ、少年テリー、そしてピサロの、なんだろうな、使用回数っていうのが、まあ、勇者ロトの次に多いということで、まあ、やっぱ個人的にはこの四天王かな。うん、勇者ロト、ゾーマ、少年テリー、そして、魔剣士ピサロが、やっぱり大活躍しやすいという感じですかね。ここら辺が本当に使いやすいです。マジで使いやすい。はい。で、続いては2体だけ使われたのが、まあ、ビアンカ、トンヌラ、カンダタ、オニコンボ、ベロニカという感じなんですけど、うん、まあ、ビアンカとかに関しては、バイキルトが使えるとお助け、があったりだとか、で、あとは、殴りができるというのと、で、あとトンヌラはね、本当にバカみたいな火力が出せると。で、カンダタとかもね、はっきり言って、なんか、どこだったっけかな？まあ、なんか、レベルをなんかランク4で止めてもいいんじゃねみたいなこと言ってる人とか結構いたんですけど、でもちろんその上級者であれば、まあ構わないのかなって思うんですけど、耐久力異常なんで、まあ例えばちょっとね、パーティー作るのめんどくさいですけど、ちょっとね、どうしようかな。
まあ、48巻とかで、まあ、48そんなね、別に全然難しくはないんだけど、48とかでちょっと雑に、使ってみようかなというふうに思いますね。で、カンダタっていう、まあ、正直カンダタ一体だけで、ドレアムを抑えることができるんで、ちょっとマジで、まあ、異常な光景というかなんというか、カンダタをね、なんか弱いっつってる人はちょっと、なんか、まあ、理解ができませんね、はっきり言って。なんか、意味がわからないっていうレベルですかね。はい。まあ、ちょっと雑に組んでみましたけれども、素早さ必要なんだっけ？素早さ上げてるってことは素早さ必要そうだから、まあ、適当に攻撃力でいっか。はい。だからね、カンダタとかね、普通にすごい強いのに、なぜか酷評されてたりだとか、だからベロニカは結構良かったかな。まあ、ベロニカを2個。まあ、ここら辺ってのはまあね、前回もね、ちょっとね、そう似たような動画、47のね、途中まで出したんですけど、それとね、ちょっとね、変わってる部分ってのがあると思うんで、まあ、注釈しとくと、まあ、鬼子に関しては、48巻以降かな。まあ、要するにここからは、会心の一撃が一切出ない、ステージになったんで、意味がないという感じですかね。鬼子の会心率が、まあ、意味がないから低いと。で、こいつ、置いとくだけで、まあ、ここから、余裕を見せているということで、次殴ってくるよね。殴ってくるんですけれども、殴ってきたら、命乞いの構えで、これ攻撃力を下げると。で、さらに、剣戦でまた殴ってくるんですけど、また命乞いの構えを使ってくれるということで、これ置いとくだけで、もう、これ1段目から、こんな感じで攻撃力454になるんですよね。で、これをね、弱いっていうのはちょっとね、さすがに、なんだろうな、無理があるよね、はっきり言って。で、前の方にこれ、あれ呼ぶんで、確か。名前が出てこないんだけど。キラマシン2呼ぶので、そういうところも、ですね。はい。まあ、キラマシン2倒した後、今度、まあ、カンダタをしておいて、で、他の奴ら4体でバフかけて、一気に1ターンで倒すみたいなことっていうのが、まあ、できますんで、まあ、正直、いい加減でいいなと。この時は、まあ、回復するのかな。はい。で、攻撃力バフがまたかかってますけど、また命乞いを、まあ、していけばいいということですね。であと、こいつ、賢さもバフできて、で、自己スパとか持ってくるので、まあ、効果っていうのも当然ありますと。いうことで、まあ正直、ディスるところってのは、まあほぼないなというふうに感じておりますね。はい。あとまあ相手が、まあキラマシン2呼んできたんで、それ倒したら本気出してみたいな。まあこれ3体なんで、倒せはしないと思うんですけど。ただまあこうやって戦えているということをお伝えしたかったですね。聞かないでいく。ただこれほっとくと本来であれば、まあ攻撃力とか、まあ賢さ3段階上がった状態なんですけど、まあこれが見事下がってるんで、あ、やべえ、間違えた。間違えたけど、まあ、あとこれ殴ってで、まあ、ピサロと、あれだけで多分倒せると思うんで、まあ、あとゼシカのクラ、マダンテとかと、アステリーサルとかっていう感じで、まあ、カンダタ自体は、まあ、すごい使いやすいと。で、あとは、まあ、言うことというか、まあ、補足することといえば、まあ、ドラムはね、当時というか、この時は強い言ってたんだけど、47の時、でも47巻くらいしか使ってなくて、まあ、それが嬉しくて、47巻ね、クリアした直後に作った動画だったから、あれですけれども、まあ、やはり、言うて、その使用数で見たら、一回しか使ってないことからすると、まあ、そうでもないのかなっていうふうには思いましたね、正直言って。まあ、やっぱ、その、勇者ロトが使えるので、基本は勇者ロトを使うと、ドレアムが使えそうなところは勇者ロトを使えばいいじゃん、みたいな感じで。デュランとかマジで悲惨だよね。勇者ロトの劣化のドレアムの劣化のデュランみたいな感じなんで、まあ、ちょっとかわいそうかなっていうふうには思いますかね。はい。であとは、まあ、ラップとかがこのダメージが、まあ、無効なので、調整ができたり、まあ、特にデブの方は、麻痺ダメージが上げれるので、全モンスターに対して、バフがあるというところかな。はい。で、あと、ゼシカとセラフィが、まあ、すごい、下がってるんですよ。個人的には。はい。で、まあ、なんでこれ下がってるかと言ったら、まあ、開花の扉とかだったら、これまた全然違うんですけど、これね、開花の扉と違って、もうとにかくね、こいつら移動力と射程が、まあ、頭がおかしいと、抜けてると。例えば、エスター君に関しては移動力7とかになって攻撃力999かな。まあ、守備力999、攻撃力999とかで、メッタメタギリとか使ってくるかな。メッタメタギリとかおぞましい、まあ、おたけびであったり、で、あとは、超力溜めて攻撃力2倍にして、で、帝王の一撃とか使ってくるんで、攻撃力999からの、2倍ダメージにして、移動力7から帝王の一撃を使ってくると。で、ですね、まあ、これが、まあ、非常にしんどくて、まあ、いわゆる、その、まあ、射程と火力が全然違うと。まあ、開花の扉っていうの、あと、そんなね、攻撃力919とかバカげた火力出ないんで、はっきり言って。で、射程とかもそこまで大したことないんで、適当に受けれるんですけど、こっちの場合はもう射程と火力が本当にバカ高くなってるので、ゼシカとか、まあ、セラフィとか、あるいはま、グレドラ、次元竜じゃねえ、まあ、ちょっと前のモンスターっすかね。っていうのが、まあ、
かなり使いづらかったですね。もう理由はね、ワンパンされてしまうからっていうところかなっていうふうに思います。で、まあこういうのの対策としては、基本的にその元は、まあまあ普通というか、まあこういうの高いんだけど、まあ元はこんな感じなんですけど、これに、まあイテスカードを使って、まあ元に戻してあげるということで、まあゾーマを使うことで対策ができるのかなというふうに思いますね。はい。で、さらにですね、これまあこれ全ステージ大体そうなんですけど、イテスカ波動強というですね、はい。まあ、本来昔の名前だとイテツカ波動なんですけど、まあ、イテツカ波動をですね、ほぼ全てのモンスターがこれまた使うことができると。で、これすごい問題で、まあ、何が問題かって言ったら、その、イテツカ波動をですね、まあ、上位キャラっていうか、まあ、上の方の階層っていうのはみんな打ってくるので、それ使ってくるとどうなるかって言ったら、戦闘開始時にバフが入ってるモンスターっているじゃないですか。まあ、例えば、下命将軍だったら素早さと攻撃力が上がってるとか、城だったら素早さ、なんていうか、呪文耐性と守備力と、で、移動力が上がってるとか、まあ、キラーマシン2みたいな攻撃力と呪文耐性とか。で、あるいは、フォレストドラゴンみたいな、まあ、身代わり状態、カバー状態が入ってるとか、まあ、ドルマゲスとか打天使みたいな感じで、被ダメージ軽減プラス、見返し率 100% とか、でそういうのが、まあ、消えるんで、簡単に。手塚波動で消えるので、まあ、全くその意味をなさないキャラクターっていうのが、かなりいて、うん。で、まあ、一つに、その身代わりを使うとかっていうのはあるんですけど、まあ、それもね、正直、っていうね。そしたら今度火力が減っちゃうんですよね。まあ、1体身代わりキャラ入れてるので、その時点で、4体で戦うみたいな、4体で攻撃していくと。でしかし、なんだろうな。チンタラやってると火力が高いんで、こっちも死んでしまうということで、まあ、結果として、結構ね、身代わりパーだと、唐突というか、まあ、難しかったりもしたり、まあ、あとはね、単数かかって運ゲー要素増えたりするので、まあ、そう考えたら、ある程度やっぱパーティーが決まってくるよねと。まあ、このパーティーで行くっていうのが、ま、基本的にはね、ほぼセオリーになってきそうな感じがしますかね。はい。で、まあ、あとは、まあ、これはですね、僕の手持ちに関係はしてるんですけれども、まあ、最新キャラはですね、いわゆるお前が強いと言っていたマルサゴーラだの、まあ、ジャミラスだの、そういうのをイネージャンと、あいつら弱いのかと思う人もいるかもしれませんけど、キラーゴールドとか、まあ、そういうですね、最新キャラクターっていうのは、正直まだ、突が、まあ、あんまり、こうやってね、進んでないんですよ。で、こう、突進んでないとどうなるかって言ったら、ですね、もう正直1ターン持ちません。こんなのはっきり言って半減ごときだったら。あの火力だったら、やっぱ激減じゃないと、すぐこう溶けてしまうんで、やっぱり、まあ半減っていうのが無理ということで、やっぱ4突は必要。まあ少なくとも2突ですね。2突で、耐性を上げるっていうのが必要になってくるので、まあだからこそ僕は、その最新キャラが出た時に対して、まあ強いという評価はしてるんですよ。で、まあここら辺っていうのも大体、使われてる、まあ上位のキャラクターっていうのは最近開花した。あるいは、まあ、最近出たキャラクターが多い。まあ、最近開花したキャラが多いかな。はい。まあ、この中で最近じゃないのってデブソーンぐらいかな。デブソーン、デスタムーンは、ぐらいか。まあ、ゼシカ、サイマ、ジュリアンテ。セラフィすごいな。セラフィが一番古株か。いや、セラフィすごいな。デドロヤムか。はい。ということなんで、まあ、やっぱり、まあ、インフレってのはどうしてもというか、かなり、しているんですけれども、まあ、一方で、まあ、昔、なんだろうな、闇鍋ガチャさえ、しっかり引いて、で、突数っていうのが、まあ、そこそこ、4突とか5突っていう風にしていけば、戦えるという風には思いますね。まあ、そういう意味では、まあ、昔のキャラクター、そのね、アニバーってのを結構引くべきかなという風に思いましたね。はい。で、まあ、今後ですね、まあ、ガチャとか、まあ、かなり質問が来るんですけど、まあ、一応そのセカンドアニバークリアした2からすればですね、まあ、周年キャラっていうのは引いていいと思うんですよね。まあ、要するに勇者ロトであったり、まあ、あるいは昔で言うピサロで、ちょっと前だとドレアムみたいな、そういうキャラクターっていうのは、まあ、その周年キャラはすごい守られてるので引いていいのかなというふうに思います。で、守られてるってどういうことだよって思うかもしれませんけれども、まあ、例えば常設で、昔の常設とかで才能開花来てないと思って、まあ、ワイトキングとか、ゴッドライダーとか、あるいはゲリオンとかなんですけど、なんでかって言ったらバギー系だからですね。で、こいつはバギー系で、ドルマのトロルキングとかも来てなくて、こいつがバギドルマだからだと思うんですよね。要するにダークドレアムより強いモンスターで出てきたらダークドレアムオワコンになるじゃないですか。なんで、周年キャラってものすごい気使われて作られてるんですよね。はい。まあなんで、勇者ロトに関しても、まあ例えば神竜ぶっ壊れですけれども、ただ休みってまあ本来ドラゴンだったら等倍のはずなのに大弱点とかにして、まあ一応勇者ロトでメタれるようにしてるわけで、そういうね、やっぱ、細かいところってのはちゃんと運営は考えてやっているので、まあ、周年キャラってのは長く使えると思いますんで、まあ、そういう意味では、まあ、課金してもいいのかなというふうに思います。ただ、確率が低いとかっていうのはあるから、
まあ、あとは、基本はやっぱり闇鍋ガチャで、まあ、どうしてもね、必要な時は確保必須と。まあ、ここ最近でね、確保必須って言葉使ったのは、僕、ダイスラとかでもやっぱ使ってなくて、で、実際ね、クリアにね、まあ、一回しか使ってないですし、まあ、ここもね、まあ、正直そんなね、こだわって49巻だけ使ったんだけど、まあ、身代わりが欲しかったという、まあ、いけつか波動がすごいやらしいところに打ってきて、で、単数に限りがあるから、っていう理由で使ったんですけど、まあまあ、そういう意味では、まあ、なんだろう、やっぱ確保必須ではないと思いますね。はい。まあ、確保必須って言ったのは、まあ、ここ最近だと少年定義だけかな。はい。まあ、そういうね、まあ、過去必須の時は必須って言うんで、まあ、それ以外のね、まあ、ぶっ壊れとか最強だって言ってる時は、まあ、それは最強だと思ったり、まあ、ぶっ壊れとは思ってるんですけど、ガチャ引くことはやめた方がいいというふうに、まあ、ビカキン、無課金の人には思いますよ。はい。まあ、やっぱりどうしても貫突性能になってくるので、15万ぐらい課金するってなるんで、まあ、やっぱね、そのね、月に1回15万課金するとかって、まあ、ね、めちゃくちゃ大変なことだと思うので、やめた方がいいというふうに思います。やっぱりビッグアップで5体貫突でね、集めようと思ったら、75万ぐらいかかるので、まあ、ちょっとね、弱くなってきた、その闇鍋ガチャです。でも、まあ、それを、まあ、一生懸命やっていけばいいのかなと。まあ、闇鍋ガチャだったら18万ジェムですかね。18万円分でできるんで、まあ、1ヶ月2万ジェムぐらい多分もらってるよね。最近増えてきてるんで、はい。ってなってくると、まあ、9ヶ月分ぐらい。で、ちょっと、まあ、足りない分は課金すらいいと思うし、って考えたらまだまだ現実的というか、って思うので、闇鍋ガチャの方で、まあ、引くのがいいのかなというふうには思いますかね。はい。だから、闇鍋ガチャとかで、まあ、ちょっと前とかに、まあ、ゴールデンウィークガチャとか、まあ、あるいは花嫁ガチャとかあったんですけど、まあ、今、それでですね、引いたキャラクターたちってのが、まあ、こんな感じで大活躍しているという感じですね。はい。で、まあ、特にね、花嫁ガチャとかは、なんか引かないっていう人多かったし、で、闇鍋の方もですね、全然なんか、なんだろうな、ゴールデンウィークか、ゴールデンウィークの方時とか、なんか、引くなって言ってる実況者の方が実は多数で、なんか、俺は引いた方がいいよって言ったら、なんか、かなり少数派だったんですけど、やっぱ結果として、こうやって攻略もできてるわけだ。一応そのね、エンドコンテンツみたいなのも攻略できてるわけで、で、その大半が正直言って、まあこういう闇鍋で引いたガチャなんで、そう考えたら、まあ課金した方がいいのかなというふうには思いますね。はい。で、あとは、まあ常設でやっぱ強いのっていうのは鬼コンボがダントツだなと。会心がね、途中で無効化されてるんですよね、これ。で、なんでこれ無効化されてるかって考えたら鬼コンボが最強すぎて、多分全部鬼コンボっていうのが正解じゃないけど、それに近いものになりそうだからだと思いますよ。ステージ効果で、これ会心率が 0% になってるっていう。これはもう完全に鬼コンボの、その、なんだろうな。を警戒してるという風なレベルなので、まあ、今回のセカンドアニバだと下だけど、やっぱり、あと1体誰が最強かって言われたら、普通のね、クエストだったら鬼コンボがここに、まあ、この4体に入ってくるという、まあ、要するにタクトのリセマラランキングみたいなのを作るのであれば、まあ、少年定義じゃないな。ブリューシャロットが1位、2位がゾーマ、3位が少年定義、4位がピサロ、5位が、鬼コンボという形ですかね、僕の中では。はい。で、まあ、9大点として、まあ、ビアンカ、トンネラあたりになってくるのかなという風に思うし、まあ今初心者がやるべきことってのはカンダタあるいはラーミアの貫突ですというふうに思いましたね。はい。ということで、今回はですね、まあ、ドラケータクトの、まあ、セカンドアニバーサリータワークリアした、僕がですね、まあ、こういう、育てた方がいいよというキャラクターですね。まあ、特に少年デッキとか僕まだ1凸ですからね、インテライズ欲しいなとか思いながら、3凸欲しいなと思いながらクリアしたので、まあ、そう考えたら、まあ、こちらを、入手した人は絶対に、まあ、レベル、ランク8にして育成をした方がいいし、まあ、持ってない方だったら、先ほど言った奴らを使うと結構ね、汎用性高いようなキャラクターたちだらけになっておりますので、で、今後の開花の扉追加にも対応できる確率が高いので、まあ、やった方がいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ、今後もですね、ドラケータクトに関する、まあ、攻略動画出していきますので、今回の動画が役に立ったな、なるほどなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。